上司ですね。上司になっちゃうよ。上司になっちゃう。困るんだけど。もうほらもう。違う。何？ああ。唾液がすべて出てくるやつ。あのあれのさ、コロナのさ抗体、あれなんだっけ？PCR 検査のところで、レモンと梅干しの写真が撮られてそんなのあった？あった。唾液で、あの唾液採取したいから、じゃあどっかここに置いとこうかなと思っていて、みんなでああってなってた。ちょっとおもろかったまあそうなるよね。なるほど。少なくね、なんか入ってる量。少ないね。半分なの。ああ、適当なの選んじゃったからか。じゃあ、行きますか。知ってるわけだわ。知らなかったな。導入店舗つく。休業中。うん。何？イオンだけのやつじゃないのそれ？2019年からね入ってるよ。4年前じゃん。リピーターにとっては自分のスマホを使った方が利便性が高いこともあり、21年4月には iOS 版のアプリを配信し、その後Android 版のアプリも追加してる。はぁ、自分の携帯でできるんだ。自分の携帯でもできるんだ。そりゃそうか。まあそうだよね。そうだよね。仕組み的にはね、バーコードピッて最初やって、最後にバーコードピッてやるからね。はぁ、しかもさ、それ普通にクレジット紐付けしててさ、会計も終わりですだったらさ、めちゃくちゃ便利じゃない？そうなってんのかな。いや、自分の携帯だったらアカウントかなんか作ればさ、口座かクレジットか紐付けしてさ、あ、それもできるよね。紐付けもできるし、そのまま家計簿にも紐付けできるし、でそれでもうピッピッピッとしたらもうそのまま持って帰れる。便利だね。で最終的には、あ、毎週金曜日はカレー作るから、もう店行くだけで、もうそのセットが用意できるようになる。そうだな。だってあなた毎週金曜日カレー作るでしょっていうの、はい、カレーセットもう用意しておきましたよっていうのがゆくゆく最終的にできるし、あ、気が利く店員さんねって最終的にはなる。なるかな。それそんなに気利かすかな。なる。いやー、まあ、そのサービスに毎週納豆買ってるじゃないですかっていう風になってそれは買ってないじゃん。いや、なるなるなる。だって毎週買うものの大体みんな一緒になってくるんだもん。そろそろお米切れるんじゃないですかっていうのもピロンって出る。なんかあれであるじゃん、冷蔵庫がさ、そういうさ、中のやつをスマホに送ってさ、これないですよとか言ってくる。余計なお世話だわって思わん？いや、だからどっちかに行くんだって。それが便利と思う人が、さっきみたいに、今日何買いに行こうかなみたいなのが考えたい人と、純粋に、まあ、必要なものが、飯を買いに行かないといけないっていう人と、必要なものがないと困るっていう。だからシャンプーは、シャンプー切れたじゃんっていうのが、なくなっていく。うん、わっ、カレー作ろうと思ったのに玉ねぎ買ってねえじゃんみたいなのがなくなる。それカレーのルー買って、人参買って、豚肉買ってるけど玉ねぎ買ってないよっていうのがピロンって出てくる。ああ、おお、なったなった、玉ねぎおすすめ商品はこちらみたいな感じで。アマゾンとかのね。そう、ひょっとしてあなたカレー作ろうとしてない今晩みたいな。残念でしたってならないでしょ。で、カレーを作るんだったら、カツカレーにしません？あげるだけだよ、みたいなのも、ピロンって出てくるようになると、あ、じゃあカツカレーにしようかな、みたいなので、客単価がちょっと上がるみたいな。そうですね。そうそうそう。そんな仕組み。それが最終的にできるよね。あれね、まあ、情報を今集めてる段階だから。情報操作だね。2年間。
情報をとにかく集めて集めて、まあ、県ごとの特性も季節ごとの特性もあるし、修正して修正してってやってて、傾向を見てるわけだね、今ね。まあ、見てる、うん、だからそのうちにメールか何かと LINE か何かと紐付けして、うん、そろそろカレー食いたくないですかみたいなのを送られてくれる。俺めちゃくちゃうるせえよって思っちゃうけどね、それ。余計なお世話だよって。いや、だからそういう人たちもいるし、うん、ちょっとカレー食いたいなみたいな。確かにって思うかもしれないし。そう。スキャンディットっていうところで開発してるんだって。何スキャンディットって？他に何やってる会社で？それは知りません。いや、もう本当スキャン、全部スキャンの。バーコードのスキャンを、うん、メイン、バーコードのスキャンをメインにしてる、うん、GU とかのあれ、GU、 え、あー GU のねラグがあったね、めちゃくちゃバーコードスキャンとか文字認証とか文字認識とか、あ、 ID スキャンとか拡張現実 AR とか、うん、ハイテクな会社だね。ハイテクな会社だね、うん、あの最近増えてる、うん、身分証明書からのさ、うん、でスキャンとかさ、身分証明書からのスキャン、身分証明書のスキャンとかさ、うん、あとは、あ、携帯で撮るやつ、携帯で撮るやつ、あとクレジットのスキャンとか、うん、ああいうのの会社、うん、あ、なるほど、あの数字めっちゃ読み込むやん、こいつすげえってやつね。